皆さんこんにちは、かずえちゃんです。こんにちは。はい、今夜もやってまいりました僕らのカミングアウトということで、今日はここ名古屋から撮影していきます。はい、で、今日のゲストはナミちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ナミです、よろしくお願いします。ナミちゃんのセクシャリティが、はい、トランスジェンダー。そうです。 MTF、はい、MTF です。ということで、はい、生まれた時の性別が、はい、男性として生まれて、ね、はい、まあ、でも自分自身のこう生きたいと思う性というのが女性と、はいはい、そうです、いうことですよね。はい、で、まず早速なんですけど、こうナミちゃん自身が自分のこの性別というものをこうなんか違うなっていう、なんか違和感を感じたっていうのはいつぐらいの時でした？私が小学校2年生の頃なんですけども、父親とお昼過ぎぐらいにテレビを見てまして、でその時にもうたまたま本当にニューハーフの番組がやってたんです。でそれを見た時にこう父親はこう楽しそうに見てたんですけども、私はこう男性でもこんなに綺麗になれるんだっていう憧れというか、本当にこう女性になりたいっていう気持ちがこう確信としてこう自分の中に落ちた瞬間ですね。が小学校2年生の時 の、はい、そのテレビ番組、はい、きっかけですね。それがこう気づいたというか、はい、じゃあそれが大体小学校2年生ぐらいで、はい、じゃあなんかそれまでそのテレビを見るまでの中で、はいはい、なんでこう自分は小学校なのに黒いランドセルなんだとか、うんうん、なんで僕こうなんだろうみたいなのというのはあまりそんなになかった。私はもう、 こう男の子としてこう生まれてきたっていう自覚はあったんです。で、まあ、それそう生きなきゃいけないっていうような、多分幼いながらそういう感覚だったんでしょうね。だからでも本当に保育園の時に遊ぶ時も本当は女の子と一緒にいる方がすごく楽しかったというか、落ち着いておままごととかしてた方が楽しかったんですけども、こうまあ男の子やからっていうので、こう自分の中でこうもうなんていうか、その男の子のグループに遊びに行ってたりしましたね。それをやっぱりその小さいながらにも、はい、自分は男の子やから、そうですね、男のこのような遊びというか男の子と遊ばなあかんみたいなのは、はい、そうですね、小さいながらにやっぱり感じていたんだ。はい、なんかこうはっきりしたそういうのはないんですけど、なんていうかこう関わってかなくちゃいけないというか、なんかそういう感覚でしたね。私は言えなかったですね。やっぱりこうそれはやっぱ父親母親も私長男なんですよ。なのでそのやっぱりこう期待というか、こう初めてのまあ子供で、しかも男の子でっていうので、すごくこう男らしくというか、そういう教育育て方をしてくれてたんですね。まあ、それは本当に当たり前やと思うんですけども、まあ、そういうまあ、関わりの中でやっぱりこう、そういう私は言えなかったですね。それはこう申し訳ないというか、こう言ってしまったらこう関係が崩れてしまうんじゃないかとか、いろんな不安がありましたね、幼いながらにも。はい、学校生活の中でこれめちゃめちゃしんどかったなってことってある？あります。中学校の時に部活が男子は本当に男子女子で分かれてたんですよ。で私たちの学校は本当に男子が選べれるが部活が野球部、バスケ部、柔道部、この3つだけあったんです。で文化部も本当にもう廃部というか、誰も入ってないっていう中で、自分がやっぱりその中で選ぶっていうしんどさはありましたね。ただでもこう仲良く、小学校から仲良くしてくれてた男の子がまあ野球部に入らんって言って誘ってくれたんで、で私もその時野球、キャッチボールとかもなんかこうちょっとやってたんです。でそれでこうやってみようかなって思って入ったんですけども、やっぱりこう男子の勢いにこうついていけれなくて、でやっぱこう
なんというかおどおどしちゃうんですよねそういう空間に入るときに。でもやっぱそこでついてくのに必死で練習とかもしたんですけども、あのやっぱりそこは一番しんどかったですね。20代後半になるんですけども、本当に私が、友達の結婚式で、女装、余興で、女装役があったんですね。でその女装役に私がたまたまそこで、抜擢されたというか、やって やらへんみたいなこと言われて、みんな嫌そうやったんで、で私もやってみようかなっていう感じ でそれで、その時がきっかけですね。でもその時はもう本当にドン・キホーテで買ったようなこう安いカツラと、あとそれと服装もこんなそんな大した服装じゃないんですけど、女性ものの服を着て、で余興をしたんですけど、その時に何というかすごいこれだって思いました。自分の中でこう閉じ込めてた、こう心の奥底に眠ってた女性になりたいっていう、こう気持ちがこう出てきた瞬間でしたね。本当にすごい嬉しかったの覚えてます。はい、よくわからない、本当にびっくりするぐらい自分でもこんな気持ちがまだ眠ってたんだっていうような発見ですね。実際にホルモン治療っていうのを開始したっていうのはいつぐらいの時でした？はいはい、それからだいたい30歳ですね。ちょうど30歳、はい、からです。でやっぱりこう30になってこう自分が本当にこうなりたい自分って何なのかなとか、今までの人生を振り返ってきて、こうなんというかやっぱこう本当にもう夢だったんですね。半分諦めかけてた夢だったんですけども、本当になんか自分がそこでこうやりたいことっていうのをなんというか自分のためにちょっと生きてみようと本当に自分がやりたいことって何なんだろうなっていうのをこう問い詰めてった結果、本当にやりたいことは女性になることだっていうふうに自分の中で思って、で女性ホルモンを投与し始めました。それが30歳の時だ。そうですね。実際こう始めてみて、はい、こう何か気持ちの変化とか、何かありましたか？は、やっぱ不安でした。やっぱり女性ホルモンっていうのはやっぱ情報、いろんな情報を集めたらやっぱりこうリスクが、たくさんのリスクがあるっていうのを知ってたんですね。でやっぱそれで踏み切れなかったっていうのも正直あるんです、今まで。なので正直不安いっぱいだったんですけども、それと同じぐらいこうなんかこの後の人生の希望っていうのもこう自分の中で持って、なんか不安と希望が一緒ぐらいの本当に状態でしたね。ドキドキどうしようって感じだったんですけど、これから人生こう一つ変わっていく楽しみっていうかワクワクも半分感じでしたね。はい、こんな感じで、はい、今日の僕らのカミングアウトはナミちゃんを迎えしてお送りしました。どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しかったですね。今日ね、はい、もう今9月も終わりなんですけど、はい、めちゃめちゃ今日名古屋ね暑かったです ね。お天気が良くて夏日のような名古屋だったんですけれども、はい、最後にナミちゃんに聞きたいのが、はいはい、実はナミちゃんね、ナミチャンネルっていう YouTube をやっておりまして、やり始めてもうすぐ1年。そうですね、1年になります。そうかそうか。最後にね、こう YouTube をこう始めようと思ったきっかけっていうのを聞きたいなと思って、うん、はい、やっぱり私とこう私はすごい田舎育ちなんですよね。で情報がなくて、いろいろやっぱりこう
トランスしていくにもどうしたらいいんだろうとか誰に相談したらいいんだろうとかすごい迷って悩んでた時期があったので、やっぱでもこう YouTube っていうのは今すごく情報源になる、ものすごい情報を得る一つの大きなツールになってるんで、やっぱりそこでやっぱ自分と同じ立場の人に向けてこういう生き方もあるっていう、なんか一つのモデルみたいなものになれたらなと思って、この YouTube を始めました。あと楽しいことが大好きなので、そういう動画もたくさん上げてます。そっかそっか、奈美ちゃんのチャンネル何個か見せてもらったんだけど、本当に女子高生の格好をして名古屋市内をこう Vlog みたいな感じで行ったりとか、すごいなんかその楽しさっていうか、楽しいことやってるんだなっていうのがすごい伝わるなっていうのが、でまたこう見ててこう癒されるような動画も作りたいなと。はい、そっかそっか、奈美ちゃんのチャンネルはこの動画の概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございます、はい、ということで、今日は奈美ちゃんに、ゲストに来ていただきました。どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。それでは、ね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ、バイバイ。 Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at.I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear?